から涼しいし、日に焼けへんやろというこの簡単な希望から始まったものはね、こんなにも皆様のご努力とかご尽力とかあのお金を持ちまして、あの私はこちらに明るい家を任せていただけたということを感謝に堪えません。本当にありがとうございました。そしてこれにあの参加してくれたあの私たちアーティスト、そして塾生にもこの場でお礼を言います。ありがとうございました。さあ、あとはもう松田さんにご覧のお話を。それではね、あの偉い方が集まっていただいたんですけれども、現代美術を楽しもうという塾生とですね、それからアーティストを最初に紹介して、こういうメンバーで子どもたちと一緒にトンネルアートを描きましたということをご紹介させていただきますので、まずアーティストの方をちょっと動きつつ願いますが、今日はちょっとあの後ほどあの見せていただきますけども、あの私は日々の生活の中でやはり、ご飯食べて、それだけでは人生楽しくない、やはりいろんな芸術なり文化なりに触れることによって心豊かにすると思います。そういう意味でも街中のそのましてやトンネルの暗いところを明るくしていただける、そういったことでは非常にありがたい試みだということで、非常に感謝を申し上げたいと思います。まあ、あの水田もまだまだこれからやらなければいけないことたくさんありますが、行政でできること、行政ではできないこといろいろありますが、皆さんのご協力をいただいて水田してこれからもやらせていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いし、また皆さんのご努力で改めて